機動戦士ガンダム UC エンゲージ。はい、皆さんどうもテントモです。それでは今回は本日登場しました新イベントガシャ、新モビルスーツイフリートカイ&ニムバスシュターゼン、こちらを見ていきたいと思います。エグザムシステムかっこいいですね。はい、ではではでは、どんな感じなんでしょう。レベルが157にね、上限が解放されました。で、青属性の白兵器となってます。ジンネマンさん乗せることができますね。はい、地上丸、宇宙×水中三角、適性が良くない、地上機体、なるほど、宇宙船には向いてない。まあ UC エンゲージにおいてはそんなに影響はない感じですけども。で、戦力79万7050HP12 万5466、攻撃力9466、防御力7830、まあ、攻撃特化、そして HP も、高めな感じですね。で、実弾上昇3638、ビーム上昇3211、実弾寄りの実弾メインの機体となってます。そして実弾軽減2218、ビーム軽減1614、こちらも実弾、ね、対実弾に強い感じになってます。クリティカル値1686、クリティカル上昇1036、クリティカル値が高いですね。はい、で、注目の EX スキル、まあ EX スキルだけあって、イグザームシステムレベル5、ターゲットしている敵一機に攻撃力の 563% ダメージ、自身に10秒間必中状態を付与、さらに10秒間絶対回避状態を付与を必中プラス絶対回避、必中プラス絶対回避の機体は過去にいましたっけ。必中なら必中、絶対回避なら絶対回避っていう、そういう印象なんですが、必中プラス絶対回避すごいね。あー、なんかジンネマンさんともちょっと似てるというか、ジンネマンさんも命中プラス回避ね、バランスが取れてて、こちらも必中プラス絶対回避ね、両方いけるっていう、今回そういうテーマなんですかね。はい、そして超越スキル、戦闘開始から命中率 25% 上昇、戦闘開始から実弾ダメージ 36% 上昇、戦闘開始から EX ゲージ 50% 回復、まあよくあるパターンなやつですね。うん、で、まあ今月超越リニューアルがされるということなので、この超越スキルも多くの人に関係してくるようになります。はい、素体取りたいですね。超越リニューアル月間ということで素体取りたいんだが、直前にね、ユニコーンだったりエアリアルだったり、この辺を引いてる方多いと思いますので、なかなか厳しいんじゃないでしょうか。はい、でスキル1を4分、しかも全部なんか同じように見える。EX 発動するたびに10秒間近接ダメージ 120% 上昇、 EX 発動するたびに10秒間命中率 120% 上昇、 EX 発動するたびに10秒間回避率 120% 上昇、 EX 発動するたびに EX ゲージ増加量 200% 減少、重複負荷、最後がデメリットなんだ、最後が特大なデメリットなんだ。なるほど、一度 EX を発動したら、まあ各種ね、各種3種バフは、特大バフはかかりますが、その後 EX スキルはなかなか打てなくなるって感じですかね。全然たまらなくなるってことですよね。うん、また面白いスキルですね。ただまあ最初に EX さえ発動してしまえば、あとはまあ並走でやっていける感じですかね。うん、近接ダメージ 120% 上昇すごいですね。で、命中も回避も超バフがかかるので、しかもよ、必中プラス絶対回避でえぐくない？すごいね。ね、だから相手が絶対回避でこっちが必中で、その場合でも命中が 120% 高まってるから絶対当てることができますね。うん、で逆に
相手が必中でこっちが絶対回避状態でもこっち回避がめっちゃ高いから相手の必中をかわすことができる。いやー、わかりやすい。うん、わかりやすいぞ。はい。そしてスキル2、脚部6連装ミサイルポッドを解放。戦闘開始からダメージ上限20万上昇。おお。戦闘開始から25秒間実弾ダメージ 81% 上昇。しっかりダメージ上限も解放されてまして、で、ここでもバフ、まあ、25秒限定ですけど実弾ダメージバフが 81%。 おお、これはかなり強そうな匂いがしますが、どうでしょう。しかも超越してあげれば、干潮してあげれば EX ゲージ 50% 回復からスタートすることができるので、速攻で EX スキルを打つことができて、で、その後は EX スキルは打てなくなるけど、なんていうかね、まあさすがイグザムシステムというか、うん、トランザム状態ね。必中絶対回避、超バフ。あ、しかも待って。しかも、さらに10秒間実弾ダメージ 100% 上昇。さらに最大 HP の 45% 回復。えぐいシステムやん。これね。すご。欲しいわ、こういうの。こういうのめっちゃ欲しい。うわぁ。これは、デメリットが、だから EX がね、打てなくなる。ほとんど打てなくなるぐらい。あとデメリットないですもんね。うおー、すげえ。周辺層ヒートサーベル。増えたんだよね。命中値攻撃回数が増えております。はい。威力 SSS。副兵装ヒートサーベル、威力 SSS。第3兵装脚部、6連装ミサイルポッド、威力 C+。射程は近中。うん、まあ、白兵器ってことですね。まあ、ヒートサーベルで切ってかかる感じ。で、たまに第3兵装っていうことですかね。オール実弾となってます。命中オール105。攻撃回数、主兵装、副兵装が1ヒットかけ2回、1ヒットかけ2回。で、第3兵装が6ヒットかけ2回。うん。そして、レコード A の期待カテゴリー、結構多いな。多いね。1年戦争、試作機、高火力、高機動、陸戦、青い MS、ライバル機、後継機、リミッター解除、指揮官機、ニュータイプキラー、ジオン軍所属。12個のカテゴリー。カテゴリーもすごい強いですね。フルコーンも確か12個なんかすごいあったように感じたんですが。はい。ということで、これはちょっと引きたくなる期待来ましたね。ダイヤないけど、スレッタに行かなかった分、スレッタ天井しなかった分、引いてもいいような。今めちゃめちゃ強くない？めちゃめちゃ強い気がするんですが。だってほとんどメリット。一つデメリット。メリットがデメリットを大きく上回ってる。なんだろう、弱点って。まあ、超越前提だとは思うんですが、超越はしやすくなるので、うん。大体揃ってますよね。何かが足りないっていうのが、ないような気がします。よくあるのが、ね、命中バフが全くなかったり、回避バフが全くなかったり、あとは EX ゲージね。EX スキルがなかなか打てないとか。全部クリアできてるような。うん。これすごい強そうに見えるんだけど。えぐいぐらい強そうに見えるんですが。うん。で、ダメージ食らっていても回復しちゃうしね。あーでも絶対回避中10秒間か。あ、なるほどね。
10秒間。なるほど、10秒必中、10秒絶対回避。なるほど、一瞬ではあるのか。あー、そこか。なるほどね、バンシーノルンみたいにずっと絶対回避ね、ユニコーン NTD みたいにずっと必中にはできないのか。なるほど、っていうところか。もう一つ二つのデメリットは、まあでも、ああ、そうか、10秒間ね。あ、10秒間を見落としてました。そういうことか。10秒間でどこまでやれるかですね。なるほどね、そうか、一瞬の輝きって感じか。あ、もう完全にこれはアリーナ機体かな。アリーナで速攻で相手を潰す、そういう機体ですかね。うん、いやー、すごいこういう尖ってるの好きですけど、10秒間か。しかもこれ無凸だと何秒なんだろう。無凸と貫凸で秒数が違うってありますからね。無凸で6秒とかありそう。そう、貫調はできるんだけど、リニューアルしたら、うん、これは付け加えることはできるんだけど、結局は凸が進んでないとパーセンテージが低かったり秒数が短かったりっていうのがあるので、結局無凸だと活躍させることができないっていうね、そういうオチがありそうなんですよね。まあ、スキル1のこれはね、このパーセンテージはフルにかかりますけど、うん、10秒間 120% バフ。欲しい、めちゃめちゃ欲しい感じだけど、まあその辺も踏まえると無理して引く必要はないってなりそうですね。無凸で使うならなおさら。はい、すごい欲しいけどね。はい、そしてニムバス・シュタゼン CV 速水翔さんですよね。はい、ニムバスは、戦力81767、射撃センス126、格闘センス170、格闘が高い、反応140、耐性155、耐性が、高い。スキル1、MS ガオ属性の時、戦闘開始から30秒間、格闘センス 77% 上昇。MS が白兵タイプの時、戦闘開始から30秒間、命中率 20% 上昇。こちらもね、アリーナ用って感じですね。スキル2、MS が機体カテゴリー、青い MS の時、EX 発動するたびに10秒間、格闘センス 57% 上昇。MS が機体カテゴリー、リミッター解除の時、EX 発動するたびに10秒間格闘センス 57% 上昇。MS が機体カテゴリーニュータイプキラーの時、EX 発動するたびに10秒間格闘センス 57% 上昇。MS が機体カテゴリージオン軍所属の時、EX 発動するたびに10秒間格闘センス 57% 上昇。オール同じ、カテゴリー違いでオール同じとなっております。全部10秒間限定。まあでもね、EX 連発することができたら偉いことになる感じだけど、まあこのカテゴリー的にイフリート回で使ってくださいよっていうね。あ、待てよ。EX ゲージ増加量も10秒間ではない。これは10秒間じゃないのか、やっぱり。一度 EX を発動したら、次に EX 打つの本当に遅くなりますね。だから EX の回転は悪いですね。うん、本当に最初の一発、まあ本当にエグザムシステムって感じの。だからニムバスのね、これも
最初の1回って感じですね。うん。まああとは普通にイフリート会じゃなくて青い MS とかジオン軍所属とかこういう機体にうまく乗せればね。うん。だけどまあ結構限られてくるね。リミッター解除とかニュータイプキラーもまだ少ないですし、まあスキル1は分かりやすいですね。30秒限定で格闘バフ、命中バフ、まあ青の白兵だからティターニアにも合いますね。はい。あ、だからティターニアって青い MS ジオン軍所属であるならティターニアにすごい合う。あのアルマシュティルナーだっけ、あれのスキルちょっと忘れたんですが、あれとちょっとまた違った感じのパイロットとして使えるんじゃないのかな。より火力が出る感じなんじゃないかな、ニムバスの方が。ちょっとティターニア見てみましょうか。多分僕セレクトチケットから見れるような気がするんですが、これにティターニアね、入ってるよね。はい。あ、これ青い MS じゃないのか。ああ、そうか。機体のカラーはちょっと違うのか。ああ、そうか。あ、しかもジオン軍じゃない。ジオン軍じゃないのか。そうか、そうか。ダメだ。スキル1しか合わないね。しかもビームか。ああ、そうか。はい。ということで、まあ、スキル1だけは合います。はい。はい、てなわけで、まあ、ニムバスよりも、まあ、やっぱり気になるのは、イフリとカイ。だが、ね、超絶ぶっ壊れ機体に見えるんだけど、見えたんだけど、10秒間しか。で、EX ゲージが回復、ね。しなくなるっていうかしにくくなるっていうところが、まあ、ミソでしたね。落とし穴というか、まあでもその10秒でどこまでやれるか、確実に敵の重要な機体を落としてくれるっていうこともなんかできそうでは。ああ、やっぱりちょっと欲しいな。まあ、ダイヤね、またなんかいろいろ、運営さんからもらえたりして、ちょっとは回復しましたが、はい。まあ、考えたいと思います。ワンチャン引いていく。自分の神引きを信じてワンチャン引いていくかもしれません。魅力あふれる機体ですね。使ってみて、やれるのか、どうなのか、非常に確認したい、そんなイフリート回となっております。はい。まあ、ただね、しっかりと、落とし穴がありましたので、まあ、その辺、気をつけて、まあ、それでも、こいつを信じるなら、引いていくといいんじゃないでしょうか。はい。では今回はこれで以上となります。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオン。